ここでは垂直なベクトルの成分について一緒に勉強していきます今回の問題を攻略するためにはどうすればいいか確認していきましょうで今回の授業の流れはですねまず垂直なベクトルの成分の求め方は一体どうしたらいいかということを確認しますそしてその後ですねさっきの例題具体的に攻略していきますでは行きましょう垂直なベクトルの成分の求め方ですね 一言で言でででううならば、成分をを文字いいて内積0を利用するということです。るととこどういうことか詳しく見ていきましょうまず一つ目 A ベクトルと B ベクトルが垂直の時内積は0になりますよねというのも A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのは大きさ大きさコサイシーターで求めることができました図で言うならば2辺とその間の角やったんですよねこの A ベクトルの大きさと B ベクトルの大きさそしてその2つ のベクトルがナス角ここですねでここが90度なので内積を求める式はコサイン9 0度が出てくるんですね。じゃあコサイン9 0度の値ってどうやったかっていうとこれはイコール0になるんですね。ですから掛け算して0っていうことは結果絶対0になるので内積は0になると。だ僕たちはねもうベクトルで垂直っていうのを見たら内積0を利用するとそれぐらい思っていてもいいぐらいよく出てくるヒントの使い方です。 2つ目求めたいベクトルの成分を文字で置くと計算が進み始めますというのもまずベクトルの成分が分かっていると内積が分かるんですね。成分が分かっているときの内積の公式はもう OK ですよね。x 成成分分同同士、y 成分同士 y をかけたわということでこのように内積の成分が与えられていたら A ベクトルと B ベクトルの内積はどうなるかっていうと PR+QS で求めることができたんですね。 ままた成分がわかっていると大きさのヒントも使えます A ベクトルの成分が PQ の時 A ベクトルの大きさはどうなるかっていうとこれは三平方の定理を利用してルート P の2乗 +Q の2乗っていうふうに求めることができたんですよね。あと注意点としては単位ベクトルって一体何やったかなっていうところです。 単位ベクトルっていうのは大きさが1のベクトルのことでしたよね。だもしもこのね、A ベクトルがこれがもし単位ベクトルだったって言われたら、これはどういうことかっていうと、ここの長さが1だっていうことやったですよね。以上の知識を踏まえれば、今回の問題、攻略できたかと思います。まず、過去1からいきましょう。A ベクトルイコール =1-2 に垂直で、大きさが3ルート5である B ベクトルの成分を求めようと。 僕たちは B ベクトルの成分を求めたいのでとりあえず B ベクトルの成分を文字で置こうとそうすれば計算が進み始めるんですねで何をするかっていうと A ベクトルと B ベクトルが垂直というヒントを利用します垂直ということは内積が0ですそして A ベクトルと B ベクトルの成分が分かっているのでここの成分を使って内積を表現することができるんですね X 成分同士と Y 成分同士をかけた和ということで 1×P+,−2×9 これが内積を表す式です。式で整理すれば p-29 この内積が0になるっていう式が1つ生まれるんですねまた b ベクトルの大きさは3ルート5っていうことも分かってます成分を文字で置いてるんでこの大きさが3ルート5っていうヒントも使うことができますよねどうするかっていうとルートの p の2乗 +9 の2乗がこれは3ルート5になるということです そして両辺を2乗すればルートが取れてそして3ルート52乗したら45なので2つ目の式は p2 乗 q 2乗イコール45ということになりますじゃあ1と2に注目しますと文字が2つで式が2つあるのでこの p と q は求めることができるんですね1文字消去するためにはやはりこの1の式でねマイナス29を移行して p イコール29ってすることが簡単かと思います p=29 にして、この,丸の2の式にね、ここに代入してあげると。であとは計算していけば、9はプラスマイナス3ということになります。じゃあまたね、この出てきた9、プラス3とマイナス3を、丸1ダッシュを使えば、もう p も求めることができますよね。9が3なら p は6だと。マイナス3なら p はマイナス6になると。よって求める成分はね、b ベクトルの成分は2つありますよと。この2つが答えです。 で、この答えが2つあることにね、一瞬戸惑いを覚えるかもしれませんが、これは図を考えたら全然普通のことで、A ベクトルの成分が1マイナス2っていうことは、まあ大体ですが、X 方向に来って Y 方向に2下がるのでね、A ベクトルはこんな感じです。で、これに垂直なベクトルって言われたら、やっぱり2つありますよね。こういうベクトルでもいいし、こういうベクトルでもいいですよね。向きが逆になってると。だからこういうふうにね、向きが逆になる。 2つのベクトルが出てくるんだっていうことなんですね。じゃあ次、カッコに行きましょう。A ベクトル,ル =13 に垂直な単位ベクトルの成分を求めようと。もうカッコ1と問題はほぼ一緒ですね。違いは何かっていうと、カッコ1は大きさが3ルート5やったけど、カッコ2では単位ベクトル、つまり大きさが1となるベクトルの成分を求めようという問題なのですね。ですから、 僕たちがやることは、まず求めるベクトルを B ベクトルとか名付けて、そして成分を文字で置いたらいいと。じゃあ、与えられた A ベクトルと求めるベクトルは垂直なので内積は0になると。じゃあ、X 成分同士、そして Y 成分同士をかけた和で内積が求まるんでね、もうかっこ1と一緒です。ここは P たす39っていう風になるんですね。そしてその内積が0になるよと。垂直なんでね。っていう風にして、式が1つ出てきます。 そして2つ目の式は大きさが1っていうのを利用すればルート B ベクトルが大きさが1っていうことはルートのね P の2乗足す Q の2乗が1になるよとで両辺を2乗すれば p 2乗足す q 2乗イコール1になるよとっていうことですねでこっからの流れも過去1と一緒です丸1を利用すれば P イコールマイナス39とわかりますこれを代入してあげるそしたら Q がプラスマイナスルート10分の1というふうになります じゃあ9がプラスルート1分の一の時は丸一ッしを使えば p はねマイナスルート十分の3やし逆に9がマイナスルート1分の一の時は丸一ナしを使えば p はねルート十分の3と分かりますよってね求める b ベクトルの成分ちゃんと2つ出てきてくれるんですねで今回この解答では有理化はしてなかったですがもしねテストで求められたり筆記でね不安やったりしたらこの有理化したところまでにして答えにすればいいかと思います はいということでここでは垂直なベクトルの成分の求め方について一緒に勉強していきましたどうでしょうか理解できましたでしょうかねあとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題や類題しっかり練習しておきましょう